5、メインエンジンスタート、メインエンジンイグニッション、2、1、0、 SRB へ転換、リフト、第1機宇宙循環変動観測衛星新機種、日本初の海外顧客衛星であるコンプタック3を搭載した H2A ロケット21号機は平成24年5月18日午前1時39分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。